香港航空は香港の航空会社。中富航空時代の機体2001年3月28日、中富空港が中富航空を創業。2006年、海南航空が買収したため、中富航空講師を香港航空に改名。なお、かつて存在した航空会社に、香港航空1947年から1959年があるが、 全くの別会社となる。2011年以来、スカイトラックス社より4つ星として認定されている。定時運行率の高さにも定評がある。2019年12月2日、香港政府の航空輸送免許局は、香港航空の経営が極度に悪化しているとして、財務状況を改善できない場合、同月7日までに航空免許の取り消しを含む、 新たな処分を決めると発表した。香港航空は資金注入計画をまとめ、支給が遅れていた一部従業員の給与を5日に支払うと発表した。2019年香港民主化デモの影響で香港への観光客数が減ったことが事業に深刻な打撃を与えていると説明している。同月17日、香港当局は支払いの遅延への対応規則に従い、 香港航空が保有する航空機7機を差し押さえたと発表した。香港国際空港への着陸料などの空港使用料金が未払いになっていると見られており、香港航空が60日以内に支払いを行わない場合は機体が売却される可能性があると報じられている。2019年12月には機内エンターテインメントを費用を払えず放映を中止し、 香港ロサンゼルス線を機材差し押さえを避けて突如運行停止した。さらに2020年2月には香港バンクーバーロサンゼルスホーチミン線を経営不振を受けて運行停止した。エアバス A330 から200エアバス A350 から9002019年現在香港間航空エアバス A330 から200回渡きご清谷会社の 海南航空の塗装をベース都市、胴体に、香港航空香港エアラインズというロゴを入れている。ありがとうございます。